いらっしゃい。お一人様、どうぞこちらへ。何飲まれますか？かしこまりました。あ、あちらの方、あちらは常連の上野さんと博士さんですよ。ああ見えて今東京と大阪にいながら話してるんですよ。え、そんなのありえない。いいえ、ここは隔たらない二人ですから。まあ、あれじゃない、広島と沖縄の話じゃない？あ、そうですよね。さすがにね、乃木坂のツアーですね。マジでもう鳥の肛門から中身吸う話とかしてる場合じゃないのよ。なんだそれ。キビヤック。あ、先週のね。そう、もうあれほど捨てるの回はないよな。ね、本当に。いや、そうね、とりあえず僕が、うん、広島の初日に行きましてね、うんうん、で私が沖縄の2日目ですな。うん、うん、そうでさ、ちょっと、うん、乃木坂の本編の話、うん、多分盛り上がるだろうから、うん、先に話してもいいかい？おう、いいよ。ちょっとどうしても話したいことがありまして、うん、いや、こんなことあるんだっていうことがあって、うん、沖縄に計4日間ぐらい行ってて、おうおうおう、で、ライブの次の次の日に帰って、うんうん、で、まあちょっと余裕を持っていろいろあちこち遊ぼうかなと思って、うん、で、ライブの次の日は1日レンタカーを借りて、うん、で、沖縄のいろいろ乃木坂の聖地巡礼、いわゆる、うんうん、まあ、肌様のロケ地だったりだとか、うん、乃木中のバツポイント生産ツアーで行ったところとかを、あ、はいはい、巡ろうと思って、で、うん、まあ、でレンタカーって言ってもカーシェアだから全然な、うん、何時に行ってもよかったから、うん、まあ、適当に起きた時間に宿を出て、うん、で、まあ、一応、まあ、バスを乗り継いだりだとか行って、うん、Google マップで調べながら行ってたのね、うん、でしたら宿の近くのバス停で乃木坂のトートバッグを持った男の子が一人いて、うんうん、ああやっぱりいるんだなと思って、うん、まあ彼もツアーに参加したんだろうなと思って、うん、でバスを2本乗り継がないと那覇の市内の方行けなくて、ちょっと那覇市内からちょっと離れたところでやっと撮ってたから、うん、で、ああまあいるよなと思って、で、うん、そしたらバスの乗り継ぎの時にその彼も降りたのね、うん、ああ同じ風に調べて同じ風に行こうと思ってるんだなって思って、で乗り継ぎで降りて、で、うん、なんかバス停の名前が違うのね、乗り継ぎのところで、うんうん、なんか山里なんとかなんとかみたいな、うん、でマップを見てもその乗り継ぎの場所がないのね、その書いてあるバス停が、うん、で、まあその乃木坂のファンっぽい男の子もなんか迷ってる感じなのね、うん、でなんかたまたま目があって、あ、もしかしてこのバス停探してますみたいな、で、うん、俺の方は全然乃木坂のグッズとか身につけてなかったから、うん、まあ全然知らん感じで、あ、うん、行ってて、で、あ、やっぱないっすよねみたいな、あ、同じルートですね、うん、みたいに言って、うん、で、まあ、全然バス停が見つかんないし、同じバス停に次のが来るわけでもなく、なんかもう見る見るうちに時間だけが過ぎていくのね、うん、
うん、で、あ、やばいなみたいに男の子から言ってて、うん、で、あ、どうしたんですか、急いでですかって言って、うん、いや、ちょっと僕昨日乃木坂のツアー見に来てて、で、今日のうちに山口に帰って夕方に大学の講義出ないといけないんですよって言って、おーおーおお、あ、それやばいねって言って、でちなみに俺も乃木坂昨日行ったんだよみたいに言って、うん、で、あ、マジっすかみたいなんで、まあちょっと打ち解けた感じになって、うんうんうん、で、あ、じゃあちょっとお互い困ってる感じで目的地も一緒らへんなんで、うんうん、じゃあ、あの、割り勘すればタクシーそんなに料金かかんないだろうから、うん、まあここは困ってる同士タクシー割り勘しませんってその男の子が提案してきたのね、うん、うんうん、で、俺ぶっちゃけまあ急いではなかったから、うん、うん、いや、でタクシーめっちゃお金かかるだろうしバスで行ったら1000円かかんないぐらいなのになと思って、うん、持ってたんだけど、うん、でもなんか、うん、まあこういうね旅の出会いというかもうあるしって思って、うん、そうね、うん、なかなかない話よ、そうそう、まあ乃木坂のファン同士っていうことでいろいろおしゃべりでもしようかなと思って、あ、じゃあいいっすよみたいに言って、うんうん、あ、ありがとうございますみたいに言ってくれて、でタクシー、まあ、彼が呼んでくれて、うん、でタクシー意外とすぐ来て、うん、で、まあ、あの那覇市内の方へみたいに行って、うん、でそれがなんか大体朝の8時ぐらい でなんか9時40分の飛行機乗んないとダメなんだみたいに言ってて、へー、でなんかチェックインの時間とかもあるから9時ジャストに着かないとまずいみたいな感じになって、うんうん、え、もうこれダメじゃんみたいに言ってて、うん、いや、もう高速乗ればなんとかなるでしょって言って、うん、あ、タクシーまで呼んどいて高速使う気かと、お、まあまあまあいいやと思って、うん、まあ差した大した差はないだろうと思って、うんうん、まあ彼が間に合った方がいいし、まあここはちょっと大人の余裕見せようと思って、うん、ああそうなの、じゃあ、うん、早く行った方がいいよって言って、いや、タクシーのあんちゃん、うん、高速でお願いしますって言って、うん、ほんで高速ぶっ飛ばしてくれて、うん、でまあ1時間ぐらいよあるからさ、うん、まあ乃木坂のファン同士がまあよくありきたりなさ、推し誰ですかみたいなところから始めてさ、まあ、うん、向こうはカキが好きですって、まあ俺伊藤リリアが好きですみたいなとこから始めてさ、うん、でそのカッキーが推しだって言ってたから、うん、あの、あ、こないだ乃木坂配信中の軽音のあれ見たっつって、うんうん、あの軽音のオープニングの再現したやつあれよかったよねみたいに話振ったらさ、うん、あの、あ、僕ギターやっててって言って、その子が、うんうんうん、でなんか大学でサークルとかやってるらしくて、で、うん、その乃木坂配信中ってオープニングを再現したやつになんか画像半分割って、うん、2画面で弾いてみた動画を上げてたのね、うん、あ、やるじゃんって言って、あ、すごいねっつって、うん、で向こうがそれ振ってきたから、いや実は俺もギタリストでさって言って、うん、わ、そんな偶然あるんですねっつって、うん、で、まあ実は俺もあのギター、うん、乃木坂のギター弾いてみたとかあげててみたいに言ったら、うん、あ、じゃあちょっと見てみたいんで、うん、なんかチャンネル名とか教えてもらっていいっすかって言ってから、うん、あ、じゃあなんて言ったら見つかるかな、ひらがな博士で、でスペース乃木坂とかでって言ってたら、うわーっていきなり大声出し始めて、うん、おう、え、あの博士さんすかって言って、
僕見てますって言って、へーで YouTube 開いて、もううん、俺のチャンネル開いて登録済みって書いてあって、すげえなでしかもちゃんと俺の見て練習してるんだって、すごいやんやばって言って、いやめっちゃ鳥肌立ったみたいになってて、おお、で俺もわあこんなことあるんだって思って、はあすごいなそれは。まさかのタクシーで居合わせたオタクが視聴者だったっていうへえやばね、なんかそれはほんまにすごい、うん、ちょっと有名人になった気分だったねそうやな、なんかうわすげえな、うん、なんか思わぬところでその自分のこと知ってる人が出てくると、うん、びっくりするしめっちゃ嬉しいよな。めっちゃ嬉しかったね、なんか、うん、あやっててよかったわと思って、うん、でなんか最近あんま上げてないっすねみたいに言ったから、いやちょっと最近もう乃木坂でギター弾きたいとこ全部弾き切っちゃってみたいに言ってたら、ちょっとなんか寂しそうな顔してたから、うん、なんか無理くりまた再開してあげようかななんて思ってい, いんちゃうかそれも、うん、でまあちょっと嬉しい反面さ、なんかちょっと気が大きくなっちゃってるからさ、うん、うん、ついてさあの空港にダッシュするときにさ、うん、こういうこともあるから、ちゃんと余裕見て今日は今回勉強になったねみたいに言っちゃったのがね、うん、ちょっとダサかったなちょっとちょっと大物ぶっちゃったな、ちょっと大物ぶっちゃって先輩ぶっちゃったのが、ね、なんちょっとあとでうわっ、はあ、ってその言ってる時は気持ちいいんだけど、それ言って、うん、まあ俺はそのちょっと違う先までどうせなら行ってほしかったから、うん、あじゃあタクシーのおじさん、うん、もうちょっと先のどこどこまで行ってくださいって言って、その先で、うん、うわっ難しいよってなんであんなこと言っちゃったんだって、なんかすごいあの人実は小物だったとか思って、そうだったら嫌だなとか思っちゃってでそしたら、うん、うん、夕方ぐらいにツイッターの DM が来て、うん、うん、あの時助けてもらったものですって言って無事間に合いましたっつって、あよかったなそれは、何よりは間に合ったんだって山口帰れたんだって思ってそっか、うん、で今回いい勉強になりましたって書いてあなんか気にしてそうって思ってあそれはでもちょっとあれやな、うん、はずいな、ちょっと恥ずかしかったねそっか、でもそうね、博士のツイッターも見てるんやったらもしかしたら何かの弾みでこれを聞くこともあるかもね、うん、あるかもしれないね、うん、確かにな、なかすごいなねえ、なんかもうこのままね、この輪がどんどん広がってって、うん、うん、乃木坂のバンドバージョンの時に呼ばれたりしたらね、いいななんて思ってね、あそうね、うん、そういうのもいいなね、えか、まあっていうアフタートークを先にしつつのいやでもそれはめちゃめちゃいい話というかすごい話やと思うわねえ、いやもうこれ絶対ここで言いたいと思ってさ、うんうんうん、もうめっちゃトーク練ってたわ、いい確かに仕上がってたな仕上がってたそれはそれでハズレ
か、いいなあ、うん、羨ましい。いやだからなんか発信するって大事だなと思ったね、つくづくね、うん、なんかこれもなんか知らん人が聞いてて、うん、あのラジオで話してたあれってみたいにいきなり言われる可能性もあるからね。そうね、うわそれは目指したいな。ねえ、まあということで、うん、ライブですよ。そうやな、ライブですよ。いやまあでも今回はその、うん、まあ一応今までのそのセットリストをこの振り返った感じで、うん、多分まあこの4つでワンセットみたいな感じっぽいんやな、うん、なるほど。うん、その厳密にこの見比べたりとかしたわけじゃないから、うんうん、そこまであれ確定ではないんやけど、うん、まあ神宮が4日間あるから、うん、多分それはあの4パターンを神宮でやるっていうことなんじゃないかなっていう。ああ、そこにつながるのね。うん、あの北海道初日でやったユニット曲と広島の初日でやったユニット曲が、うん、多分一緒なんよね。へ、うん、ちなみに広島では井上凪センターの私を切るが、うん、おお、ちょっと珍しい曲、私を切る珍しいね。ね、うん、なんかああやるんやって、うんうん、これ結構好きなんだよね、私を切る。うん、わかるわかる、うん、なんかいいよな、なんかいいよね、あの曲でさ、うん、うん、あのいく、うん、いくたソロコンあるじゃん。あ、そう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 、それまさに言いかけたでさ、あれ1曲目にやったじゃん。確かそうね、うん、で、あのアレンジといい、そこ行くんだっていうのと、あのね、あのソロコン見てから私起きる好きになったね。あー、わかる、うん、わかるわ。ソロコン何回も見直してるもんな。うん、やっぱいいよね。いいよね、うん、僕は2回目のあの逃げ水が好き。あ、自分で弾くやつね。そう、ドビュッシーがっつりやるやつ。そうでさ、あのドビュッシーさ、あの、うん、音源になってる先まで弾くんだよね。そうそうそう、あれがマジいいよね。最高、もう大好き、月の光、うん、ね、月の光いいよね。めっちゃいいよな、うん、もうなんならそのまま最後まで弾いてくれねえかと思って。うん、ほんまにそう。だからやっぱりちょっと僕はあのオタクの人が月の光の途中に騒ぐのが我慢がならない。まあね、そう、本当にあれは良くない。いやでもね、俺も本当ね、あれ大嫌いなのよ、うん、もう月の光を聞くところだよここって、うん、うっせんで何考えてんだよって言って、ほんまにもうちょっと。でさ、俺沖縄公演さ最前列だったよ、うんうんうん、初めてで、ね、アリーナで見るの自体2回目とかでさ、うん、あ、そうなんや。そうそうそう、アンダーライブで1回あるぐらいなんだけど。ああ、そっか、でもそれも最近やもんな、割と。そうだね、あのレナチが最後の時のアンダーライブだから、うん、でもかなりテンション上がっちゃってるからさ、うん、あのドビュッシーのコーナーで叫びそうになったよね、うん、あらまあ、もうあんなに月の光が好きって言っ
ってて、あんなにあのコーナーで叫ぶオタクたちを罵倒しまくって嫌悪してたのに、ああでどうあれじゃあぶれで、あかあかあかんもこんな。だからあの我々はあの、うん、いつも冷静に見すぎてんのよ。でもな、多分ねみんなね我々以上にねテンション上がってんだよ。いやあのあれは多分ちょっとバカ騒ぎしたいがためになんかわざと乗っけてる感がある。あさあ騒ぐためにっていう、もう隙を見つければみたいなね。そうそうそう、そうあで、あのあんまりね否定的なことは言いたくないけど、うん、なんつうのかな、そこまで曲を重要視してる人が少ない気がする、うん、ああまあね、うん、うん、まあアイドルなんてもんはそんなもんだから。うん、そうなんやよ、うん、なんかあのなんていうのかな、すごくむずがゆい、むずがゆいというか、それがもどかしい気持ちになるのが、うん、あの先入観でちょっと下に見る感じがあるやん、うん、日本人のなんかダメなところの一つやと思うけど、うん、ロックバンドをすごく偉大なものと考えがちやん、うん、なんかロックバンドが崇高なもので、うん、ポップスはダメで、うん、中でもアイドル曲なんかはもってのほかでみたいな、うん、そうだね、うん、なんかバカにしがちな傾向はあるよね、うん、でなんならそれをアイドルファンがやってたりするやん、うん、うん、そうそうそう、その感じがすごく嫌で、あいや曲に寄せんはないやないですかみたいな、うんうんうん、だからそういうマインドがあの逃げ水のドビュッシーに出ちゃってるっていうことなんだろうな、うん、そうそうそう、あの本当に曲として楽しむんじゃなくて、うんうん、騒ぐためだけに、うんうん、まあ僕自身はあんまり好きな言葉ではないんやけど、うん、湧くために使ってるみたいな、うんうん、その感じがして、うん、僕はあまりどうなんだろうと、うん、あとあの曲ももう古い曲になってきたじゃん。まあな、で新しめのファンがさ、うん、過去のライブ映像とかを見て、あここは叫ぶ場所なんだなってもう思っちゃってるよね。うん、それは間違いなくあるね、うん、それはなんかよくない風習を作ってしまったなとは思う。うん、そうやな、うん、なんかまあなんかいいお決まりが続いていくみたいなのはいろいろあるとは思うんだけどさ、うん、あのハウスの俺もとか、そうね、うん、ああいうのはそれ前提で作られてるのもあるし、うん、とか中田かなしかとか、ね、そう中田かなしかねちゃんと言ってたよ、おいしゃん、うん、中田かなしかでも僕は八久保美代しかって言ったよ。あそうなんだ、うん、ちゃんとあれ映像見たってあの八久保抜かれてるから。あマジで、うん、八久保結構抜かれてた。あそうなんだ、そう、あっていうかあれだ、俺八久保休みだった。あそうや、そうだコロナだったんだ。そうやな、そっか、それは結構残念やったな。あでもそれでもとさ、うん、これちょっと嫌な影響を受けちゃったなってやつなんだけどさ、うん、あのラジラでさ、あ、あの、うん、藤森がライブ見てるときにさ、あの、うん、自分で勝手に変なメロディーで歌っちゃうんだよね癖でって言ってて、うん、で
本当は俺の中だ悲しかが正しいじゃん。そうね。なんだけど藤森は勝手に俺の中だ悲しかって言っちゃうんだよねって言ってて、俺藤森バージョンか映っちゃったんだよね。なんか気持ちよくて。わかる。そうだからなんかね、一人でコーラス取ってるみたいになってて。わかるわかる。気持ちいい。そう、あれはあれで気持ちいいんだよね。うん、わかるわかる。ちょっとあの、お隣の人びっくりしないかなって思って。うん。あの、それで言うと、うん、あの、ガールズルール聞いてるときに、あの、乃木坂スター誕生で、うん、ユミキがやってたコールがちょっと頭をよぎった。知らない。じゃあ、うん、なんかめっちゃ達者なんやよ、ユミキが即興でやったにしては。なんかあの全員で周り囲んでなんかオタクみたいにするやみたいなやつか。いや、あのひな壇で、ひな壇か、そう、うん、あの藤森がゲストで出た時に、うん、その即興でひな壇であの弓木でガールズルールがのあの愛の手を振られて、うんうん、サビでえくぼおぎくぼこれやくぼみたいなあるよ。あ、絶対作ってきたよな。喜んでくれたねのところでエクボオギクボこれヤクボで、あの、うんうん、カメラマンもヤクボに寄って、なんかめっちゃ藤森がやりそうなノリだけどね、うん、いや、でやっぱ弓木は多分即興でそれができちゃうんやよ。いや、すごいね。うん、作詞のセンスもあるからも、うん、作詞のセンスも作曲のセンスもあるから。そうね、効果作っちゃう。効果のなんか水産高校かなんかのやつがめっちゃ好きやわ。えらいことになりましたって。弓木、そう、広島の MC でも弓木がねすごい良かったんやよ。うん、良かったというか、もう弓木が喋ってるだけでずっとざわざわするんやよ。ああ、まあなんかちょっと期待しちゃうしね、もうね。うん、うん、でちゃんと超えてくるしな。うん、なんかあの何言ってたかな、なんか川崎さくらちゃんはなんか冬女のイメージがありますけどみたいな、うん、夏女でどうのこうのみたいな、わけのわからんこと言ってたんや。どっちだよっていう。うん、でも僕が一番推したいのは広島で、おう、あの山下美月が、うん、そのトップオブファンって言おうとして何かと混ざってトップオブファッカーみたいなことを言った瞬間が、それやばいよね。マジで最高やったけど、全然誰も話題にしてない。ああ、そうなんだ。そう、トップオブファッカーって言ったよなみたいな。聞き逃さなかったぞ。そう、本当に、うん、最高やん。何と間違えたんだろうね。なんかのカーが入ってきたんやろな。ああ、いや、でも今回ジャンピングジョーカーフラッシュめっちゃ聞きたかったんやな。あ、やらなかったんだ。うん、そうなんよ、猫舌かもミルティで。うん、他のライブではやってるとこあったんだ。今ちょうど確認してるんやけど、うん、まず北海道初日、そのユニット曲は私を切るハウスオシュアガール、ハウスね。で、そうそう、鬼滅曲が心にもないことジャンピングジョーカーフラッシュ自分じゃない感じ。お、
で北海道2日目が、ユニットがパッションフルーツデコピン光合成希望、うんうん、ユニット曲が17分間猫舌カモミール猫舌カモミールティー僕の衝動、うん、で、大阪初日がユニットが偶然を言い訳にして環状6号線白米様、うーあ環状6号線いいな、うんね、いやうわ大阪初日おユニット曲あっつ何絶望の1秒前4番目の光3番目の風、それずるくないあっつそれずるくないちょっとめちゃめちゃ大当たりすぎないめちゃめちゃ暑いのあれ博士行くのやめた大阪どっちやっけあどっちだっけな忘れてた初日ちゃうわかんないいや惜しかったなうんで大阪2日目が意外ブレイク、うん、アムアイラビングうぬぼれビーチああそれも沖縄と一緒だうんでユニットは心にもないことジャンピングジョーカーフラッシュ自分じゃない感じあでもそこの組み合わせ沖縄と違うわうんうんだからここがそのシャッフルされてる感じやな、ねうんうん、で広島は私を切るハウスオーシャーガールで17分間猫舌僕の衝動、はいはい、これ多分一緒ちゃうかな沖縄と鬼滅曲あ鬼滅は鬼滅3曲は一緒だね、うんうん、で広島がどうやら2日とも17分間猫舌僕の衝動なんやへえそうなんだうんなんでなんだろうねめっちゃめっちゃ伊藤リリア君確かにいやまあやっぱっああどうなんだろうな、うん、沖縄割と近いからいやでもそれやったら沖縄2日間伊藤リリアの方が良くない、ね、確かにねで沖縄初日あれ偶然を言い訳にして環状6号線白米様あで心にもないことジャンピングジョーカーフラッシュ自分じゃない感じやからあそっかじゃあ2日とも、ね、沖縄初日やったら、うん、僕の衝動が入ってる方を2回やった方がいいよねうんなんでなるな、ね、広島はなんかどっちも僕の衝動でうんでも沖縄公演の僕の衝動のイントロが流れた時のもう湧き方、うんまあなすごかったよそうねやっぱ待ち望んでたもんなうんまあ箱が小さかったっていうのもあるけどあの、うん、イントロ流れた時の歓声で一番強いものを感じたよねうん、うん、わついに来たっていうそうね地元凱旋やもんなうんでやっぱやっぱり最後の決めのところは過去一長かったねいやもう1分ぐらいやってたんじゃないかっていうそうやなメドレー1曲分は、うん、もうオールタイムベストで来てんじゃないかっていうぐらいのそうやないやすごいよこれはもううんとあと沖縄公演ならではだなって思ったのがあって、うん、あの曲終わりとかでめっちゃ指笛すんのね、うん、あそれなんか見たよ、うん、あのほんまにその沖縄の感じで盛り上げるというか、うんうん、そうそうそうあるらしいねで曲終わりがめっちゃ指笛鳴るねって思ってあ沖縄らしいなと思ってたらさ、うんうんアンコールがエイサーなのようわいいねあの乃木坂のアンコールってさだいたい2チームに分かれてさ、うん、乃木坂っていう人と46っていう人と分かれるじゃん、うん、それと そ, う、ね、それと別の担当でずっと指笛で、うん、ピューイピューイピューイユーイユーイって言ってるのよだからもう乃木坂ピューイ46ピューイピューイピューイっておおエイサーやってるって思ってそれはいいなぁなんか沖縄ならではというか、うん、でそのライブの前日に、
あの国際通りでちょっと沖縄体感しようと思って、うん、沖縄民謡が聴ける居酒屋みたいに行ったのね。生演奏が聴ける、うんうんうん、でそこでもうなんか俺一人で飲んでたんだけど、もう全部なんかもう知らん人もぐちゅぐちゅに入り乱れて踊り狂うみたいな展開になって、うん、うわー楽しいみたいになってて、はそういうのを経験したもう翌日すぐだったから、うん、うわこれが沖縄のもう本当に空気感なんだなと思って、うんうん、ノリというかもう DNA に刻まれてるノリなんだと思って、うんうん、なんかその観光客が求めてる沖縄をやってますとかじゃなくて、うん、沖縄の人ってちゃんとこうなんだっていうのを体験したいやーやっぱすげえな沖縄、うん、なんかもう違うライブに来たみたいだったね。まあ、沖縄初めてだったからもう今まで来たくても来れなかった人たちが異様にもう熱くなってたっていうのもあったかもしれないけどね。そうね、うん、いやでもやっぱすごいよなんて、うん、なんかいいよなそのまあ新曲が出るから出るし、うんうん、その沖縄で初披露もしてるからあれやけど、うんうん、なんか本当にその夢が叶う瞬間なわけやんか沖縄公演って。確かにね、そういうのも考えるとやっぱいいよな。うん、もうリリアにとっての夢が叶ったことでもあるし、うん、沖縄のファンにとっての念願も叶ってるわけだし、そうよな、あと沖縄で応援してる家族とか地元の友達とかも当然願ってたわけだろうし、うん、そうよな、うん、ちなみに与田の家族が来てたらしい、うん、おーそうかそうか、うん、福岡今年はないからね、世界陸、そうそうそう、陸上じゃない世界水泳か、世界水泳、うん、ね、そうな、いやでもいやまた、うん、まあ、ツアー割とあちこち行ったけど、うん、ちょっと次沖縄やるとしたらもう沖縄が見たいなと思ったね。うん、確かに、うん、僕も沖縄それ聞いたらやっぱ行きたなるわ。うん、まあ、会場も良かったしね、うん、めちゃめちゃ涼しかったしか、いやそうね、サビコンの吉田がすごい良かったらしいな。あー良かったね、うん、かっこよかったわ。松尾も相当良かったんやけど、おやっぱ吉田はこの間のアンダラもそうやったけどやっぱすごいよな。あと吉田の歌唱力がなんか去年、うん、今年ぐらいで一気に上がってる感じはあるね。そうね、あれやっぱミュージカルやったからかね、多分そうちゃうかな。だよね、なんかそこが起点な気がする、うんうん、なんか掴むんやろねそういう。そうだね、リリアもそうだもんね、うん、あとあの佐々木ことこ、あーそうだそうだ、松村の卒コンの時、うん、めっちゃ声出た。そうだよね、うん、そうことこもねやってんだよな、なんか舞台、うん、そうね、うん、舞台やってます。で声優さんもやってやし、うん、で今後はラブライブもあるからね。うん、うん、そうだね、うん、いやでもそうか、こう
今回そうね、やっぱお一人様天国、うんうん、いいな。うん、よかったね。あのタイムで出てたやつで、うんうん、ちょっと一部だけ聞いたけど、うん、なんやろ、なんかあの今流行る感じがする。あー確かにね、今流行る曲、でもなんやろ、なんか感覚的にその、うん、ニュアンス伝わるかは分からんけど、うん、4、5年経ってもう一回流行りそう。あーてかなんかまあ乃木坂の曲全体的にそうなんだけど、うん、あの流行りしたりに関係ないトラックできたなっていう感じがしたね。うん、なんか AKB の曲とかってAKB の全盛の時の曲って今聞くとちょっと古いんだよね。まあな、うん、わあなんか2000年代の音だなみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、乃木坂ってその感じがないんだよね。そうね、うん、なんかまあその分でかいヒットがあんまりないっていうのもあるけどまあな、うん、なんかそうね、その辺はあの一発屋にはなれないけど、うん、売れる芸人さんみたいな。あいやもうまんまバナナマンじゃないの。うんでもやっぱりねドカンとヒットがあるとそのイメージだけついちゃうからね。うん、それが辛いところだね。そうね、うん、そういう意味では乃木坂はそういうのが本当にないな。ないよね。なんかまあ AKB みたいなみんなが知ってるようなヒット曲ないなみたいなことでうーんってよく言ってるけど、うん、それは息が長く続くためにすごくいいことなんじゃないかとは思うね。そうやな、うん、まあ、僕としてはその曲に期限がないしアイドルの歌やからって他の曲に劣るわけじゃないっていう気持ちはあるけど、うんうん、とはいえ世間の評価とかも考えると、うん、そのヒット曲を量産してっていうのはやっぱ多分難しいんやろなって、うん、そうだね、うん、なんかジャンルが決まってるわけでもないし、うん、その点バンドとかシンガーソングライターみたいないわゆるアーティストっていう方が、うん、続けやすいんだよね。その、うん、ブランドが確立できちゃうというか、うん、もうそうなんだな。ミスチルって何歌ってもミスチルだからもう何歌っても売れるよねみたいなとかあるじゃん、うん、うん、まあミスチルもその言ったらあのまあ世代によって微妙な違いはあるんやろうけど、うん、ヒット曲としてみんなが思い浮かべるのってあんまり差がないというか、うん、そう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 、なんかミスチルといえばっていう一曲みたいなのはないもんね。そうなんで、うん、割とどれもそれこそ AKB で言ったらヘビーローテーションとか、うん、恋するフォーチュンクッキーみたいなぐらいのパワーはあるわけやんか、うん、それがトゥモローネバーノーズやったり、うん、イノセントワールドやったり、うんうん、シーソーゲームやったり名もなき歌やったり、うん、でも割といろんな広い世代にそこで名前が上がるのって、うん、大体その90年代の曲な気がするんやよ。あーまあそうだね、うん、うん、ミスチルの代表曲といえばって言って、うん、最初に出てくるのって多分やっぱその辺で。確かに
そのなんなら2000年代の曲でもちょっとあそれ来るみたいになる気がしてて、あまあなんかそうね、だってミス、うん、ミスチルの代表曲はって聞かれて、うん、エニーって答える人あんまおらんと思う確かにね、そう、あとタガタメって言ってるやついたらちょっとこいつやってんなって思うよね、うん、ちょっとクロートぶってんじゃねえよっていう、うん、ちょっとね、うん、まああとは終わりなき旅とか、うんうん、口笛とか、うん、その辺の感じになるやんか。そうね。でスピッツにしても、うん、あの今最新の曲があのコナンの映画の主題歌になってすごい売れてるはいるんやけど、うんうん、でもスピッツの代表曲はって聞かれたら、うん、空も飛べるはず、ロビンソン、うん、チェリーとかをあげるわけやんか。そうね、うん、誰だってそこを出すよね、うん、まあそんな感じになってる。その言ったら90年代の、うん、バンドたちも、うん、全然今でも息長く続いてて、うんうん、全然オワコン感を、うんうん、そのまとわずに、うん、活動してるから、うんうん、その辺はやっぱ強いよね、バンドとか、うん、そういう人たちは。そうよね、もう新曲出してももうこれが私たちですっていうので、ね、入って受け入れるしかないっていうレベルまで来てるっていうのが、うん、そうそうそう、これがアイドルになったら難しいよ。アイドルは難しいからね。まあだってあのいろんなジャンルをできるっていうところで聞いてて楽しくはあるけどね。うん、だってあの僕もう AKB の今の AKB の何が気の毒って、うん、ずっと全盛期と比べられ続けるわけやんか。そうなんですよ、めっちゃ大変やと思うもんね。え、もう AKB の公式ライバル AKB だもん、うん、今となってはほんまに、うん、もうずっとマジで乃木坂相手にやってる場合じゃないもんな。じゃないよ、もうずっと過去の自分たちと戦ってるよ今の AKB は。うん、うん、もう今いない先輩たちを追いかけ手探りをで探し、うん、なんか分かりやすい境目もなく気づけば乃木坂に抜かされ、うん、なんかほんまになんか気づいたらなんか。なってたやん。そうだね、気づいたらだよね、うん、なんかずっとあの AKB 前線の時はいや AKB より乃木坂の方がすげえからって言い続けてきたんだけど、うん、なんかあのそれどころじゃなくなってきたもんね。ね、うん、いや難しいよなその辺も。うん、だからそう考えると、うん、ビッシュなんかは売れてしかるべき売れ方をしたなとは思うよね、うん、まあビッシュの感じが、うん、なんやろな、そのアイドルを下に見てる人に刺さりがちというか。ああまあね、うん、うん、アイドルを下に見てるけれども、でもあの心のどこかでは可愛い女の子たちを見てキャーキャー言いたいっていう人たちがあの、うん、心置きなく俺はビッシュが好きですって言えるっていう、うん、罪悪感なしに見れるっていうはけ口にはなったよね、うん、で、あれってやっぱその中二病に刺さるんやな。そうだね、なんかワックのあの感じとかって、うん、でもああやってワンジャンルに決め
ってそれを貫き通すっていうのは、うん、まあ正解ではあるんだよな。うん、そうね、うん、なんか、うん、僕は個人的に渡辺淳之介さんが本当に好きじゃないから、ああ絶対すごい人やとは分かってるんやけど、うんうん、そのでビッシュの良さとかも、うん、僕は分かるつもりではいるんやけど、うん、そう、僕はビッシュはビッシュ自体は全然嫌いじゃないし、うん、なんならね、千鳥の大悟がウイスキーうがい喉って言ってた子、あーアイナ、あーそうそうそう、うん、その声めっちゃかっこいい子、あーかっこいいよね、ね、うん、あの子の声とかやっぱすごいなって思うし、うん、いいなって思うけど、うん、僕は個人的にビッシュを、うん、あのなんか変な持ち上げ方してる人が好きじゃないから、あーいるよね、そう、あのビッシュの長所みたいな感じで、うん、ビッシュは楽器を持たないパンクバンドだっていう人が好きじゃなくて、はいはいはい、ビッシュが楽器を持たないパンクバンドっていうのを否定する気は一切なくて、うん、そういう感じの曲やってるし、うん、まさにそれやなって思うんやけど、うん、そのパンクバンドであることが長所であるかのように言う人があんま好きじゃない。あ、だからそれこそそれはビッシュの長所なんじゃなくて、うん、本当はロックバンドだったりパンクバンドが好きな俺がアイドルを見るための免罪符でしかないんだよね、うん、そうそうそう、うん、それがすごく嫌い、うん、かっこ悪い、わかるわかる、いいよビッシュが好きですでいいやんそうそうそう、そううん、いやビッシュは楽器を持たないパンクバンドだからみたいな言うけど、うん、いやいや、えそれって何それみたいな、なんか、うん、なんかその長所みたいに言ってるけどそれって別に長所でも何でもない、なんか、うん、ただのコンセプトでしかないんだよね、そう特徴の一つやし、うん、うんうん、長所はもっとあるやんかっていう、うん、曲がいいとかその声がいいとか、うん、パフォーマンスかっこいいとかそういうことを言えばいいのに、うん、パンクバンドだからってすごいドヤ顔で言ってくる人がたまに多いんだけど、わかる、あとあのビッシュはアイドルじゃなくてアーティストなんすよって言い始める人、そう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 、苦手だわ、うん、なんかそれは本質を見失ってないかなって、そうそうそう、うん、いやアイドルに変わりはないっしょっていう、うん、うん、じゃあそれがメンバー6人がおっさんでも同じように応援するのかいって言ったら多分違うもんね、うん、いやそんまそうよ、うん、だって楽器を持たないパンクバンドだから好きなんでしょって言ってね、うん、おっさん6人が楽器持たないでパンクロックを歌ってたら、うん、それは好きになるのかいって言ったら多分そうじゃねえもん、なんか今すごい頭の中で純烈がめっちゃ激しい歌歌ってたわ一緒一緒いやほんまにね、なんか、うん、その辺のあのもう言っちゃうけど変な勘違いやん か, なんかそうだね、そのあていうかね、勘違いしてるんじゃないのよ、あの、うん、そう言ってる本人も本質は分かってるんだよ、だけど分かってるかな、だけどあのビッシュを好きになってしまったことで、うん、自分があの気持ち悪いと思ってたアイドルオタクと一緒になりたくねえっていうのが邪魔してるんだよ、うん、だから変な言い訳をしたいんだよ、はいはいはい、うん、あいつらとは俺ちげえからっていう、うん、そうあの棒振ってウェイウェイ言ってるあいつとはちげえからっていうね、うん、あとなんか
あれよね、 AKB とかが好きでそっからビッシュに行ったみたいなのを、なんか成長したみたいな感じで考えてるやつもおるよ、うん、あそういう人もいんのか。うん、なんかまあいなくはないとは思うけど、うん、でこそあ AKB とかまだ好きなんだみたいな、あ今は乃木坂かへえみたいな、ああそういうことね、そうそうそう、うん、まだ AKB 見てんのみたいな、うん、うん、まあまたそういうのは見花だけだね。また仮想敵を作ってしまった。知らんやつ。そう。いやーそうね、なんか、うん、まあでも曲の良さとかは、うん、なかなか難しいというか、うん、まあ実際乃木坂の曲を なんていうのその人生で今後この1枚のレコードしか聴けませんってなった時に、うんうん、乃木坂のアルバムを選ぶかっつったら多分選ばんわけで、まあな、実際に自分の中でその乃木坂の曲よりも好きな曲が山ほどあるっていうのは現実としてあるんやけど、うん、でもいやいい曲あるよってそうだよね思うよね、なんか、うん、いや本当にね、その今回のライブでも改めて思ったけど、うんうん、やっぱいい曲すごいあるよね、あるね、うん、まあ、あのさっき言ったようにその人生のうちのアルバム、アルバム単位で言ったら、うん、乃木坂のアルバムが入ることは俺もないとは思うんだけど、うん、あの自分の生涯で人生観なりに影響を与えた曲として、うん、君の名は希望はすごい入ってくるね。おー、なるほどね。うん。なんか影響を与えた曲というか、うんうんうん、いつまでも考え続けるだろうし、その曲の意味とかを。うん。うん。私なんか、それを聞いた時に救われた気もしたし、うん、っていう曲単位ではあるな。そうね、うん、僕も希望はやっぱりそのあの曲に興味を持つまでが僕はやっぱすごく遅かったから、うんうん、実際にレコード買うまでも時間はかかったし、うんうんうん、多分初めて買ったの逃げ水ちゃうかな。おお。じゃあ5年初期から見てんのにか。うん。そうで、まあそやけどもあの佐久間さん、佐久間正秀さんと生田の君の名は希望はめちゃめちゃ聞いたな。うんうん、あれは名演だよね。マジであれはめちゃめちゃ聞いた。あれはすごいね。うん。あれのあの君の名は希望とてっぺんでやった生田がピアノで弾いたそばかすと、うん、佐久間さんのラストデイズかな、うん、この3曲のこの流れみたいなのめちゃめちゃ聞いた。あー、わかるわ、うん、でその意味とかをすごく考えてっていうので言うと僕はシングアウトになるかな。うーん、そうよね、うん、シングアウト考察いっぱいしても、うん、シングアウトで完結する乃木坂の物語と、うん、で
ちょうどほんまつい最近博士に言うたけど、うんうん、もう僕が手を叩く方へが、うん、まあ熱いっす。そうだね、かなりキーになる曲になってるんじゃないかって、ね、お帰りですか？よかったらまた来週もお越しください。あ、お代はいただいておりませんが、チャンネル登録かフォローをお願いします。ここの名前ですか？隔たらない二人です。ではまた。